すいません、ちょっとお聞きしたいんですけれども、動物の愛護の、規約というか、なんかそのよくわからないものがあるんですけれども、近所の犬の、あまりにもこう吠えるのがひどくって、で震えてるのを見たりとかするんですけども、どういったものが保護対象になるのか、ちょっとお伺いしたいんですよね。実際に飼われてる犬が隣ん家なんですけどね。はい。でも、あまりにも人間に対してものすごいこう警戒心が強くて。で、ちょっと気になるってところですよね。そうですね。散歩もにもあまり連れてってもらってない感じで、かなりストレスが溜まってるっぽいのが見て取れるんですね。外にいるんですかね。外にいますね。しかも、あろうことかなんか、室外機が小屋の目の前にあって、まあ、犬の聴覚って結構人間よりもね、鋭いですから、なんか犬にとってはかなりかわいそうな状況にあるんじゃないかってちょっと見えてしまうんですよね。いえ、全くそういうのはないですね。ただ隣んちっていうだけ。そうですね。それとちょっとやっぱりそのワンちゃん自体の心配の部分もあると思うので、まずその近くの今お住まいの地域の保健所の方にお電話いただいて、はい。まあこういった今お話ししていただいた内容で全く問題ないので、それもお話しいただいて、はい。まあ、どういったところに、まあ、パニックに、まあ、どういったところなのかというのを聞いていただいたりとか、実際に見に来ていただいたりとか、そういうのをご依頼していただいて、ちょっと、まあ、その後、その患者さんにどういった、まあ、対処をしていただくとか、そういうところになると思うので、そちらの保健所の方にお電話いただいてよろしいですか。あ、わかりました。保健所に電話するんですね。はい。ありがとうございます。はい、よろしくお願いいたします。はい、失礼します。ちょっと隣のお家の、はい、犬の件で、動物愛護協会の方に電話したところ、はい、保健所の方に依頼してみてくださいということで、はい、でお電話してるんですけど、はい。はい、お願いします。0276-55-0731。群馬県愛護センター、動物愛護センター東部市出張所、東部出張所、はい。そうですか、わかりました。ありがとうございます。失礼します。はい、動物愛護センターです。
座になります。初めてお電話するんですけれども、はい、隣のお家のワンちゃんのですね、はい、ことでご相談がありまして、はい、動物愛護協会の方に一度電話したらですね、保健所の方に依頼してくださいって言われて、保健所の方に電話したらこちらの電話番号を教えられたんですけれども、はい、隣のお家のワンちゃんのことをなんですけれどもね、ちょっと動物愛護的にどうなのかちょっとわからないので、その状況とかもちょっとね、調べていただきたいなと思ってるの。あ、そうですか。出るの。お住まいどちらですかね。お客さんのお住まいは。で、犬は何ですかね。シワだと思います。シワは。あ、違います。柴犬。あ、柴犬ね。で、ずっと外で飼われていて。どういう感じですか。やたらに吠えまくりますね。人に対してもものすごい怯えていて、で、あんまりこう散歩にも連れてってもらってない感じで、それが一番のあれですね。ストレス溜まってんなって感じはするんですよ。散歩されないとかわいそうですよね。そうですね。それとまあうちに来て来客の方もですね、そのワンちゃんが吠えてるのを聞いて、いやこれ散歩連れてってもらってんのかなってやっぱり感づいたほどなんですよね。で、一回吠え出して人がやっぱその辺の近くいると、例えばその、で水道とかそういうメーターの測りに来るバイクの人とか月1回ありますよね、そういうのもずっと吠えまくってて6時間ぐらいずっと吠えてる時があるんですね。うわ、それちょっとね、あれですよね、いなくなれば大概やめますもんね。そうなんですね。で、人もバイクの音も車の音にも反応してずっとワン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 言ってるんですよ。で、今は静かなんですけども、穏やかな日もあるんですけど、まあ、そういう日は騒音ないですね。飯塚さんちはあれ、夫婦で働いていないんだよ普段家に。全然いないよ、誰もいないんですよ。で、夫婦でも勤めちゃってる。そうですね。で、息子さん娘さんがいらっしゃるみたいなんですけども。大きいですか。大きいですね。で、彼らみんな車持ってて、で、昼間いないんですね。で、いるんだなっていう日もですね、それでワン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 吠えてるにもかかわらず出てこないんですよ。だからストップさせないんですね、犬のワンワン言ってるの。で、私ちょっと騒音迷惑に陥ってます。まあデシベル数も測ったら70デシベル以上ありますしね。70デシベル。はい。で、まあ隣ほとんどいないので、ずっとワン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 言ってるのも分かんないんですよ。いないからね。そう、あ、ずっと吠えてるっても分かんないもんね。いなければね、誰もね。そうなんです。で、学生さん、子供さんは。いや、分かりません、そこまでは。あ、そんなに、もう勤めてるんかね。まあでも学生っぽいような感じもしますけども、ただまあまあご主人とかそういった家族が帰ってきた時に犬の鳴き方がやっぱりちょっと変わるんですよね。やっぱなんか、嬉しいんだやっぱりね。そうですね、そういうの分かるんですね。私ずっとここちょっと体調の関係で家から出れない状態にあるので、まあ、そのワンちゃんの鳴き方で全然もういろいろもう変わるの分かってるので、もうそれがね、約1年ここに引っ越してきて1年経つんですけど、で、それで犬のその鳴き声が全然違うっていうのが分かって、これ虐待なんじゃないかなって思うようになるぐらい、あまりにも飼い主が犬に対しての興味がなさすぎるような感じがする。お父さんにあれですかね、言いました。いえ、言えませんよ。もうなんか他のことで隣んちとはもう近所で揉めまくってるので。あ、そうですか。あまりにも騒音が隣はひどいんですよ、他にも。あら、クレーマーじゃないけど、そういうそんなような感じですかね。え、クレーマー、クレーマーじゃないけど、そういう感じ。周りからももう相手にされてないとか、そういうんですかね。あ、隣ん家がですか。うん、私がですか。違う、そこの家、ここさん家じゃなくて、なんだっけ、隣、飯塚さんか。が99番地、飯塚さんだよね。はい。そこの家飼ってる、犬の飼ってる家はね。そうです。それでなトラブルじゃないけど、隣中で、それなんか、なんだ。あ、いえ、
隣同士がですね、なんとか離れまくってるので、私が引っ越さなければ、もう身内しか住んでないので、何にもだからそこに苦情が入ることがなかったわけですよ。で、私がひょっこり引っ越してきちゃったものだから、で、うちの周りは、まあ、その家と家の間が離れてるっていうのもありますし、で、多くの人がもう働きに出ちゃってるので、昼間の犬の状態を知らないんですね。本人も知らねえんだね。こっちそに迷惑かけてるっていうかね。う。で、ちょっと犬があまりにもかわいそうだなっていう感じになっちゃっそれはもうて。奥さん人が来るともうずっと泣いてるわけ。帰ってそう。もすぐ止まないんだ。結構吠えまくってるんですかね。泣きじゃくってるっていうか、その犬自体が。そうですね。姿が見えないはずなんですけどね。なんかちょっと人の声がちょっと遠くからしててもなんかこう警戒心が解けないような感じで、ちょっとでも姿が見えるとまたママ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 言ってるし、あと犬にとっては聴覚が結構過敏なので、これはひどいなと思うんですけど、犬小屋の真隣に室外機が置いてあるんですよ。室外機。要はだから、エアコンとかからの、暖房のね、はい。そう、そのとか熱風とかも浴びせられちゃってるわけで、で、キッチでンものそう、横だから、換気扇とかもね、回ってる。色わかります？柴犬の色。茶色？茶白、まあそうですよね。中型？中型です。茶色で中型ね。で、まあ、その、で、あれなんだ、国宝さん違うものすぐ隣で、あとはもう全然空いてて、あれなんだ、そんなに苦情が来るっていうあれじゃないんだ、他の家からはね。ないです。うちだけが騒音ものすごいんでまあ、すそうよ。ですよね。隣だもの。じゃあ行ってですね、こう、会えれば一番いいんですけど、会えなかった場合はパンフレットとかそういうのを置いて、まあ、こちらの方へ電話をもらえるような形で、こういうんで来てますっていうふうなことで、あれですかね。一応行かないと分かんないですもんね、そうでどすんな状ね。況だかね。はい、見に来てください。まあすぐに今日に、ね、明日するわけにいかないんですけど、少し時間を日にちをいただければ、そんなにかからないうちに行ってみたいと思うんですけどね。そうですね。まあではい、も行ってみて。隣はい。はいないと思うので、その場合うちに立ち寄ったりとかするんですか？なんかそのまま。匿名なんかの場合はそういうしないですね。もしほら、燃えちゃうとうまくないんで。だって、近所ってそんな周りありますよね、うちはね。ありますけね。ど、いやでも、まあ、来てみれば分かりますけど、とにかく家と家の間が遠すぎて、うちしか隣じゃないんです、ほぼ。はい。だから苦情出すのは私しかいないっていうのは分かると思いますよ。いなかったらお父さんはすぐ裏にいますよね。います。ね。お父さんはね、そこで工場なんか働いてるみたいっていうか、なんかそのお家でなんか事業やってるみたいなのでいらっしゃああ、るんそうですなんけですか。ど、ただね、そこのお家、息子さんに全然話いかないです。あ、これ私、どういう。その仲方、悪いか。よくわかりませんけれども、その方が組合長だった時に私引っ越してきて、で、挨拶したいんですけどって言っても2ヶ月放置されて、で、隣んちにも、そういうわけで来てるよっていうのは伝えてくれたつもりだったと思うんですけど、伝わってなくてですね。で、だからそういうわけで全然伝わってないので、ここのお父さんに言っても、まあ、全然、だってもうずっとそういう犬の飼い方してるので、結局同じ家同士ですから。本当ちょっとね、犬を飼う飼い主としての心得っていうのはないのかなぐらい思う、かわいそうな感じがありますね。まあ、じゃあそういう、効果という泣いていて、来ると泣いてて、ずっと泣いてるんで、まあ、うちの方は散歩とかね、そういうのをしてくださいとか、そういうの、犬に関してはお家もあれもあるから、騒音通過、そういうわけで行ってね、あれしてみますよ、話してみますよ。お願いします。
なんかそのパンフレットをうちにも入れといてもらえます？どういうの配ってるのか知りたいです。あ、そうですか。もしいなかったらね、いればちゃんと話しますからね。あ、はい。で、あの息子さんでも娘さんでも奥さんでも旦那さんでもいればちゃんと言ってあの話はあの しますけどね。そうですね。問題じゃないかっていうふうなことで話はもう出て散歩させてますかとかそういうやつですよね。そうですね、はい、毎日散歩させてますって、まあ、させてるとか言ったらちょっと嘘じゃないかと思いますけどね。大丈夫、それはちゃんとね聞いてから話をしますけどね。そうですね、うん、まあ、私もそのねお話もしできた場合どういうような買い方をしてるのか知りたいというか、私の思い違いなのかもしれませんので、まあ、確認したいんですけれども、まただからそうですね、後日お電話させていただきたいと思うんですが、今ご担当いただいたお名前いただいてもよろしいですか？加藤と申しますけども。はい。はい、加藤と申します。あ、加藤さん。はい、はい、はい。わかりました。じゃあ、小久保さんね。はい。で、伊豆川さんちの犬が、千葉県が、うるさくて泣き止まないっていう形ですよね。そうですね。ね、まあ、これも、あの、証拠のビデオは撮ってありますので。あ、そうなんですか。はい。あ、そうですか。そこまでね、やってくれればね。はい、何言われても。うん、少ない。あのそういうのちゃんと情報があればね。そうですね、はい、提出することはできますのでよろしくお願いします。はい、わかりました。はい、はい、すいません、じゃあ失礼します。はい、失礼します。はい。